皆さんおはようございます。ペボーチャンネルです。本日は5月20日月曜日、新たな1週間が始まりましたね。今週も音楽と機材もそむねに元気に過ごしてまいりましょう。さて、昨日日曜日はですね、ペボーさんのサウンドメッセ大阪にね、1週間前行っていたということもあってですね、ちょっと奥さん孝行しようということでですね、でも、ちょっと疲れ切っていたので奥さんに運転してもらいながら、あのね、休日のドライブを楽しんでまいりました。とってもね、いい天気で、で、ペボーさんのね、この休日の過ごし方、まあ、たまにしかドライブ月1ぐらいしか行けないんですけど、大体早朝に出てですね、それであの、こんな感じで買い食いすると、ちょっと昨日映してなかったんですけど、荻野パンっていうところにも行ってきてですね、出来たての調理パン、スパゲッティパンとかね、ああいうのこう食べてまいりましたけども、大体買い食いする旅、それから早朝に出る、そして、すぐ帰ってくる昼くらいにはもう帰ってきてるんですよねでもうすぐ仕事を開始するということでですね、もうなんかせっかちな、それから、食べて満足というようなですね、そういうような過ごし方をしております。ということでね、皆様方も、どういう休日をね過ごされましたでしょうか。今週からねまた元気に過ごしてまいりましょう。さて、昨日のね、事例のご紹介ですけども、昨日ね1件だけ、なぜかというとですね、このオリーブさんの新規初投稿というかですね、この概念図をね、投稿いただいたんですけど、これがあまりにもねすごく綺麗にあのかっちょよくできていてですね、これなんか大きく見せたいなと思ってですね、ちょっとあの新規発動のオリーブさんだけを、ご紹介させていただきました。見てるだけで幸せってありますけどもね、昨日のツイートであのリンク貼ってありますのでね、で今日もあのこの YouTube の方にですねリンク貼っておきますので、ぜひともね、この解説の方、コメントの方、詳細解説していただいてるのもありがたいんですけど、特にねこの控え選手の、ことについてもですね、こんなに詳しく控え選手でなんかあんまりあの今使ってないですとかね、いろいろ書いてあるのにすごい詳しく書いていただいてるので、とてもありがたいなというふうに思っております。オリーブさん、次回はですね、この実際のボードというかですね、使ってる写真もですね投稿いただけたらありがたいなというふうに思います。投稿誠にありがとうございました。それからですね、今回のバナーですけれどもね、アースクエカーデバイセス EQD のですね、オーナー、社長さんがですね自らのバンドを率いてですね、ライブをするということで、中尾健太郎さんのね、バンドも、出演されますけどもね、こちらが、いよいよ今週末ですね、日曜日にですねペボーイさんも、初日、下北沢でね、ご招待いただいているので行ってきたいと思いますけれどもね、実際にボードも映せたらいいなというふうに思ってるんですけどね、ヤマハさんにもお願いしてるんですけど、 EQD のオーナーさんのボードとね、それから中尾健太郎さんのボードとかね撮影できたら嬉しいなと思ってるんですけどね、こちらも、もし、アスクエカーデバイセスの、ね、ファンの方がいたらですね、ぜひとも会場でお会いしたいと思いますし、また関西の方ではね、もう店員さんたちがね、行かれるという話も聞いていますので、またレポートの方楽しみにお待ちいただきたいというふうに思います。さて、昨日はですね、T シャツの方のですね、ちょっとあのツイートをさせていただいたんですけどもね、ペボー T シャツ、あの黒いタイプとね、白いタイプあるんですけどね、また、白いタイプ改めてねご紹介したいと思いますけれども、昨日ねこれをツイートしたらですね、チャッキーさんとかコータさんがねあの反応していただきました。誠にありがとうございます。サウンドメッセ大阪にねちょうど来ていていたのでね、皆様あのこんなデザインかとお分かりかと思いますけれども、もしよろしければですね、ぜひともこの夏ペボー T シャツを胸にですね、外に繰り出して練習など、ライブ活動など、活動などねしていただけたらありがたいなというふうに思っております。それからあの昨日ですね、ちょっと面白いというかですね楽しい、投稿が2つほどあったので、ご紹介したいんですけど、まずあのシミさんってお読みするのかな、もう何度もねご投稿いただいてる方なんですけども、昨日あのサブセット、ということでですね、とっても可愛いこのミニアンプと一緒にですね SD-1 が映ってるということでですね、これはなんかちょっとエフェボーイ様真似したいなと思うようなですね、こういう可愛いあの投稿、これもまあ実際にサブセットっていうことなのでね、なんかメインセットを脅かしそうって書いてるの本当かよと思いますけども、メインセットの方はねこのような形になっておりますので、まあ脅かすほどではないんでしょうけども、可愛さにおいてはですね、もう本当にあのエフェボーに投稿された時もね、ハッとこう目に入るような可愛さでございますので、これもね皆様方ぜひともね、参考になさってみてはいかがでしょうか。それからね、ツイッターでね大体いつもあの事前にあの予告していただけるあのユウさん、っているんですけども、あこういう投稿があるとですね大体、エペボにその次にすぐ投稿あるんですけど、実際に来ましたこれです。そしてですね、その投稿の時にですね必ず名言、お決まりって書いてますけどね、エペボにおけるこの名言、我が生涯に一片の悔いなしっていうですね、ユウさんはもう毎回このコメントをあの入れてるんですけど、毎回書いているのでね、もうなんか何回一片の悔いなしって言ってるんだろうって感じなんですけど、毎回ねあの同じまた構図でね、ねいろんな機材をね入れられては、あのまたあの変えられてはね投稿いただいてるということで、大変ありがたく感じております。ということでね、昨日ちょっと楽しい、投稿が2つありましたので、ぜひとも皆様方、フェボの方チェックしていただきたいというふうに思います。それからね、昨日もお話ししましたけども、たくさんね、またあの昨日も、フォロワーの方増えてるみたいで、ちょっとフォロー貸しできていなくて申し訳ありませんけども、いろんな情報ね、またツイッターでも、つぶやいていきたいと思いますので、引き続きツイッターの方も、お楽しみいただきたいと思います。それではね、今週もね、音楽と機材妄想を胸にね、元気に過ごすとともにですね、楽器店の方に足を運んでいただいてですね、新製品、それからね、気になる製品のですね、思想など、楽しんでいただきたいと思います。そして、令和初ボード、あるいは組み替えたボード、マイニューギアですかね、したらですね、ぜひともエフェボに投稿いただきたいというふうに思います。それでは、今週も元気に過ごしてまいりましょう。ありがとうございました。